出よう。さくら私と三木あたるのさくちゃんで始まりました。今日のさくらは顔隠してベダさん頑張って。ベダさんは言ったんだけど、はい、大阪で試合あった後に、はい、スタッフが足りないので、はい、僕は成田まで一人で送りました。ジュース1本送ってもらいました。その説はお世話になりました。美味しかったです。頑張って今日の企画なんですけど、このマスクたちを見てください。これは何ですか、桜子さん。これ昔あのトライの時に作ってたやつなんですけど、これ大体投げてるんで本物ないんですけど、僕 の地元の後輩がですね、プロレス好きな後輩がいて、それがあの同じマスク屋さんに頼んで、うん、同じのを作ってくれて。なるほど。じゃあ、まあ、レプリカだけど実際にやったデザインを、はい、っていう感じですね。だからこのベイダーのやつ実際に作らせて、ベイダーミルコ、ミルコだ、ミルコ線ですかね。かっこいいですね。じゃ順番になんか違うビデオにしてかっこいいでしょ。これかっこいいです、うん、蒸れないですよ、うん、なんかほとんど顔見えてるけどマスクの感じがして別人になった気が。はいはいはい、はい、でも全部表情分かってますねでもなんか自分の中でこう守られてる感が、はい、ありますね、はい、全部は大体順番にいきます、はい、これがあの基本のストロングマシンのやつです、はい、多分、まあ、一番最初初めてホイッスル線ですよね、はい、ストロングマシンのやつですね。これがまあ元祖ですよね。それでこれのマスクをかぶって入場したときに、うん、あれマスクかぶったら全然恥ずかしくないやん、はい、それからマスクかぶろうと思って、マスクといったらプロレスなんで、はい、プロレスラー、昔僕の見てた時代のプロレスラーのマスクをこういろいろ真似して作ってもらったんですけど、うんうんうん、そうですね。桜庭さん試合ではまあもちろん素顔だけど、入場で使い出したのはまあ桜庭さんが元祖みたいなものなんですよ。で、みんなそうだったらちょっと真似して、はい、マスクかぶる人は村田佳菜子選手、はい、UFC 決まったけど、はい、彼女も佐久間さんのマスクで入場してますよね、はいはい、あのマスクかっこいいですね。かっこいいですね。あとは、いや、あとは順番全然覚えてない、はい、これ歌舞伎バージョン、グレーと歌舞伎バージョンですね、はい、確かこういう時に2枚かぶってて、歌舞伎さんがの、はい、歌舞伎の目かぶってあは、はい、で、撮るとペイントしてるじゃないですか、はいはいはい、ペイントはほら、投稿だとできないんで、これ2枚かぶって1枚見えたら、はい、グレーと歌舞伎の、なるほど、模様をしてる、はい、こっちが般若で、それを脱いだら、脱いだらこっちが確かで、またこれを脱いで、これ脱いで、もしかしたらドッキリを脱い、あ、ドッキリじゃない、水あれ、カラーテープ、ああ、歌舞伎だからこう、はい、バーンってあのタイプやって遊びすぎたら、はい、ニーノに KO されちゃった。あ、これニーノシェンブリー戦で、好きですよ、ね、まあ、でも一瞬だからしょうがないよ、はい、好き、ゴロって入ってそのまま平気でやられて、はいはい、まあでもしょうがないんで、あれは、はい、まあでも一応ノーコンテストになったけど、ね、まあ、はい、遊びすぎちゃった。でも僕はこれをできて、それで納得だこれはマスクじゃなくてお面ですね。マスクだとあの、はい、被るともうモバーン、試合前にモバーンとしちゃって、はい、どうしようかなと思った時に、当時のマスク屋さんがお面バージョンを作ってくれて、あ、こっちの方が全然いい。確かに。あと喋る時とかもちょっとめくってしまう。ああ、そうですか。いつの間にか桜さんがマスクじゃなくておでん、あ、おでん、そうですか。いつの間にか桜さんがマスクじゃなくておでん、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 おでんに何、大根、はい、それはこんにゃく、こんにゃく、ちょっと待ってください、お面に変わってましたよね、はい、で、これはちょっとあのマスカラス、見えますか、マスカラス、かっこいいですよね、やっぱマスカラスのモデル、そのままシート似てるけど、はい、ちょっと違いますよね、やっぱ表情が、はい、この時はそのドスカラスのを作ってもらって、はい、セコンドの人に変わるんですね。あ、マスカラス、ドスカラスで、はい、これがホジェリオ、あ、アントニオ・ホジェリオ・ノゲラ、ホジェリオと年末やった時です、はい、年末やったんで、だからお年玉、あ、歌唱っていうのを作ってもらったやつ、はいはいはい、あとこれがこれはあれですよね、グレート・ムタ、ムタのムタの上がズキンですね、入場するときにかぶってますよね、はい、それのズキン、かっこいいですよ、これも、はい、これ何の時ですか、シーバー、バルジーバーの何回目かかな、あ、いやちょっと覚えてないですね。でもこれの下は、まあ、素顔だったんですか。いや下にもう一個、ま、た炎の子のお面をして、それは投げたと思うんですよ、はい、まあ、これも実際にかぶったやつじゃなくて、後輩が、はいはいはい、マスク屋さんに頼んで作ったやつ、レプリカですね、はい、でそれとあの2つがウォリアーズです、ウォリアーズ、
どっちが、アニマルウォリアーとホークウォリアー、あの下ベッて出してる、はいはいはい、でこれにあの甲冑もあるんですけど、はい、甲冑はちょっとあの家にあったんですけど車で持ってくるのが面倒くさかったね。これは柴田さんと あのプロレスじゃなくてですか、なんかあその時も被りましたし、被ったけどプライドの時も被ってくれた、誰だって僕はホークウォリアーが好きだったんでホーク被って、うん、で今村が太ってたんでアニマルウォリアーアニマルウォリアーってもらって、誰だってあれ、これは隠して調べてください、はい、分からないです。バンタレイかもしれない、バンタレイしよう、シューバーってね、ブラジルに何人もいるんですよ、田中とか、そうそう、山本みたいな、そう、みんな日本ではシューバー、シューバー言うけど、はいはい、向こうにいたらシュートボックスに5、6人ぐらいシューバーいるんで、シューバーバンタレイって言われる、ね、バンタレイシューバーって言ったら、あのファーブ・アンデルソン・シューバー、ファービュー・シューバー、あとジン・シューバー、あと2人ぐらいいたんですよ、シューバーだらけだよ、そう、シューバーだらけなんですよ、ね、うわがあのこれはハイアントですね、あのハイアングレーシーで、はい、剣道家臣のやつで、はい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 、クリスマスバージョンにヒゲつけて、あれハイアングレーシーだったのはこうクリスマスあたり、まあ年末だったんで、まあ、クリスマス時期だってやる気がします。おこれは剣道家臣、剣道家臣バージョン、クリスマスバージョン、はい、かっこいいですね、はい、というこんなお宝を今日持ってきてくれた佐藤さんです。これ以上何を語れば、うん、あとこれデストロイヤーバージョン作ったんですけど、はい、実際には使わなかったんです。これいつか使う予定あるんですか。いや使わないし、もったいなくないですか、デストロイヤーバージョン。はい、やっぱこれかっこいいですね。これもなんか新しいマスク考えてるためにするんですか。ない、もうネタがない。ネタが。それではクイズ、はい、この中で実際に使用したやつがあります。さてどれ、これを使ってないんだ、はい、さてどれでしょう。外れた場合はジャンピングスクワット100回100回50でやばかったですよ。じゃあ30、わかりました。本当に1つあるわけですね。1つありますね。なんかヒントは、ヒント1つあります。それは、はい、今僕が被ってたりします。1つあります。え、違います、これですか。違うんですよ。1つだけあります。1つだけですね。僕が使ったやつ。え、もうこれ本当に当てに行っていいですか。あ、いいですよ。これ当たったら桜庭さん逆にどうするんですか。30回やります、ジャンピングスクワット。本当ですか。わかりました、はい、これです。正解はなぜそれだと思いましたか。理由は直感もあるんですけど、まあ、一番元祖なんで、はい、一番最初のやつは投げてないんじゃない、あの、まあ、ちゃんと大事に取ってたんじゃないかなと思いました。ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、はい、ブブー、あの、はい、あの時の映像覚えてますか。猪木さんに花をもらって、僕はマスクを思いっきり投げてます、はい、僕も話しながら桜庭さん投げてたなって。本当はどれなんですか。本物はこれです、はい、これが本物なんですか。年末ほじえるよってやって、はい、本物だったら、はい、裏も取れちゃって、あらら、残念、読みが甘かったですよ、僕の。はい、じゃあジャンピングスクワット30回20回でいいの、マスクしてるから、はい、いきます、はい、30回やります、はい、はい、あれ3、4、5、遅いな、遅い、追加するぞ、追加するぞ、遅い、2、3、もっとリズムよくな、5、6、7、8、この間早くやったら疲れたからゆっくりやってるんでしょ。それいいですね。早く、早く、はい、5、はい、6、はい、7、はい、8、はい、はい、30、足が、はい、これで足鍛えられた、マスク紹介できたように足も強くなったので、はい、キック強くなるんじゃない。キック強くなりますね。ベタタイム頑張って、お前が頑張る。マスク、ありがとう、紹介動画でした。ちょっと昨日も言ったでしょ、ちゃんと締めてくれよ。いや、締める役は桜庭さんですよ。なんで締めるんだよ。じゃあ
ャンチ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 ャン